あなたから我が名を奪います。元の姿に戻してあげましょう。過ぎたる力を手放し、己にふさわしい生を全うするがよいでしょう。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあさあ、目を閉じてごらんなさい。思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあ、ベアトリーチェ、あなたも私と一緒に復唱なさい。一緒にお歌を歌いましょう。そうすれば、すぐに終わりますよ。あなたの苦痛が少しでも早く終わります。そうだな。お塩様と一緒にお歌を歌うなんて、どれくらいぶりかな。さあ、一緒に。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどんな姿をしていたのか。大丈夫ですよ、お嬢様。あなたは私の弟子であることを失いますが、私の仕えるお嬢様であることに変わりはありません。そうしたらまた一緒にご本を読んで差し上げましょう。リンゴのパイを焼いて差し上げましょう。昔のように。さあさあ、思い出してごらんなさい。思い出してごらんなさい。そろそろ思い出せてきたかな。なあ、お師匠様。あんたの後ろにあるそれ、思い出したかな。何ですか？これは。ご覧なさい。あなたがどんな姿をしていたのか。違うか。さあさあ、思い出してごらんなさい。あなたがどうやって殺されたのか。呼んだのは双剣の塔ではない、四つ子の塔だったのよ。お師匠様の左右遥かに潜んだ隠し塔が描くセブンスランクルークの死の境界線を、お師匠様はのこのこと踏み越えてきてくれた。チェックの発生が遅れてしまったことだけはマナー違反。率直に謝ろうぞ。
楽しかったぞ、お師匠様。また遊びたくなったらいつでも蘇らせてやるよ。それで適当に遊んだら死体だったことをまた思い出させてやるからさ。なあ、ちゃんとあんたの言いつけは守ってるぜ。おもちゃは遊び終わったらちゃんとおもちゃ箱にしまいましょうってな。でございますか。愚かに心象だ。四つ子島で騙せてなかったら死んでおったのはわらわの方よ。さすがはお師匠様だが、これで胸が張れるというもの。わらわは今こそお師匠様を完全に超えたとな。ロノエ、お師匠様の亡骸をもう少しマシにしておけ。わらわもそこまで敬意を失ってはおらぬでな。かしこまりました。今宵の第一の晩は少々派手に暴れすぎました。少しは片付けも必要でしょう。すぐに取り掛かります。ヤギたちよ、お片付けの時間ですよ。この度は6人の遺体をどのようにいたしますか。また密室形式に。わらわは今それを考える気分。どの上に任せ、バトラーを悩ませるようとびっきりの密室を頼むぞ。かしこまりました。それではとびきりの。バトラはどこだ。バトラー、わらわの大活躍見た。くしょー、今のめちゃくちゃな魔法の嵐を見せつけられて、俺は何を否定すればいいんだ。魔女はいるも何もあんなドッカンドッカン凄まじいファンタジーを見せつけられて、今の俺は何を否定すればいいんだよ。もうわかんねえ。前回もそうだが、このイカス的なマジカルバトルをどう否定すればいいんだよ。だよな。こんなの見ちまったらもう言い逃れはできねえもんな。さあバトラー、とんでも推理を聞かせてくれよ。お嬢様、笑いに品がございませんよ。しかしわらわの責任ではないぞ。何しろバトラにキューッと両目を固く閉じてキリキリギリギリ歯ぎしりする、なんとも悔しそうなその表情を見せられると、自然とわらわの口からこぼれてしまうものでな。さあバトラ様、くじけずにテーブルへお戻りを。お嬢様はマトラ様の反撃を期待されておりますよ。ふざけるな。何をどう反論すりゃいいってんだ。まずあの塔が地面から生えてきたあたりからもうめちゃくちゃだろうが、実は六軒島の地下に合体変形巨大ロボの秘密研究所でもあって、ボタン一つでおかしな塔が生えてくるってのか。なあ、それならあのでけえ巨人どもはきっとロボットだぜ。あるいは悪の秘密結社のメカ怪獣かもな。わけわかんねえよ。俺に話しかけるんじゃねえ。ほら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 、泣くなよ。魔法でドッカンドッカン。そなたが望むなら月だって砕くし、彗星を雨のようにだって降らすさ。お前好みのムチムチ姉ちゃんで島を埋め尽くしてやってもいいんだぜ。さあさあ、ほらほらほら、わらわの手番は終わったぜ。受け手を刺せよ、反撃しろよ。できねえだろ。できねえのは船長も承知よ。お前
たち本当は大好きなんだもんな。知ってんだよ、今の気候なの巷にいくらでも溢れてるじゃねえか。漫画に小説、アニメに映画、10代くらいのガキンチョたちがおかしな特殊能力いっぱい持ってて世界の命運かけてドッカンバッカンやるやつ、お前も大好きだもんな。知ってんだよ、隠すなよ、大好きじゃねえかよ。そのお前の大好きなやつがちょいと目の前で披露されただけじゃねえかよ。どうして漫画やアニメのそれは信じてくれるのに、わらわのだけ信じてくれねえんだよ。信じろよ、信じろよ、信じちまえよ。反論なんかできねえぜ、こうして見せられちまったんだからな。ほら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 、返事をしろよ。思考はいらねえ、素直にごめんなさいベアトリーチェ様って言えばいいんだよ。ほらほら言ってみろ、ごめんなさいベアトリーチェ様って言ってみろよ。言えよ言えよ、恥ずかしげるでよ。とても朝とは思えないわね。私たちの心をそのまま示したひどい天気よ。なら随分穏やかじゃねえか。雨は降れど槍が降らねえだけマシだぜ。雨が降ろうと槍が降ろうとドンと来いっちゅうとこやな。もう6時かいな。はあ、これで十分とちゃうか。あとは謎の19人目ベアトリーチェが動いてこんことには手の打ちようもないわ。そういうことだ。だが向こうが打ってくるだろうほとんどの手は想定できたはずだ。そうね、兄弟の中に裏切り者さえ現れなければ私たちは大抵の事態に対応できるはずよ。もうこの話は終わりにしましょう。結局徹夜しちゃったわね。眠いわ。そうですね、朝食をとったら一度お休みになられてはいかがですか。良い提案だ。この年に徹夜は応えるよ。顔でも洗ってこようぜ。きっとひでえ辛さ。何このひどい匂い。どうしましたか。ねえ、何かひどい匂いがしない。ん、何やこの匂いは。こらたまらんで。何事でしょう。現地に対応させましょう。きっともう使用人室に来ていて朝の準備をしているはずです。うん、頼む。まさかあのゴーダに限ってこんな匂いをさせる朝食を作っているとは思いがたいのだがね。
れだわ。誰がこんなことを。厨房にはまだ誰も来てないわ。何よそれ。ダメだな。ボイラー室は鍵がかかってる。ボイラーの故障とかそういうのだとまずいんじゃないのか。使用人は誰かいたか。その悪趣味な落書き、ここにもあるの。ボイラー室の扉にもあったのよ。なんやって、この薄気味悪い落書きがここだけじゃなく他にもあるっちゅうんか。まさか森の魔女ベアトリーチェの宣戦布告っちゅうわけやないやろな。これはどういうこと。私たちが食堂で話し合いをしている最中に誰かがこっそりとこの落書きを残したというの。客間とボイラー室の扉に。どうせ使用人の仕業よ。私たちはずっと一緒だったのよ。全員にアリバイがある。おそらくお父様に何かおかしな指示を受けてこんないたずらをしたのよ。昨日のマリアちゃんの手紙の件も含めて使用人連中が親父の手先になって何かを企んでる可能性は十分疑えるからね。とにかくだどこに嫌がるんだ。まさかかくれんぼってわけでもねえだろうに。探そうぜ。それより私は子供たちが気になるわ。無事よね。私確かめてくるついでにゲストハウスに使用人の人がいないか見てくるわ。なら手分けでな。ゲストハウスにガキどもの様子を見に行く間、俺たちは屋敷の中を調べてみよう。考えたくない。こんな薄気味悪い落書きがここだけってことはねえかもしれない。親父殿のおかしなゲームに巻き込まれているのかもしれんな。私は親父殿のところへ行って事情を聞いてみよう。まあ素直に話を聞いてくれるとは思えんね。子供たちは無事よ。みんな夜更かしのしすぎね。使用人室は空っぽや。勤務表を見ても早番は6時からってことになっとる。もうお勤めをしてなきゃならんくろや。仮眠室も空っぽよ。布団を抜け出した跡はあるけど暖かくはなかったわ。こら、クラウス兄さんたちの想像が当たったんとちゃうか。多分お父さんの指示で仕組んだゲームなんや。あの不気味な落書きを残してどこかに姿を隠してわしらに何かをさせたいに違いないんや。遺産や家督を誰が引き継ぐにふさわしいか確かめようっていうことですか。いくらなんでもそれは。いいえ、お父様だったらそういうことをしてもおかしくないかもしれない。何しろお父さんは王子掛けが大好きや。例の碑文を大広間に掲げた時から練りに練った計画だったのかもしれへんで。ならゲームの開始宣言。
もしくはゲームの説明などがあったりはしないのかしら。マリアちゃんに渡したような紋章入りの封筒が出てきても良さそうだけど。そうね、ひょっとすると屋敷で兄さんたちがそれを見つけたかもしれないわね。南條先生、あんた何か聞いてませんか。申し訳ありませんが、私にも何が何だかさっぱりです。ただなるほど、金蔵さんが何かを企んで大仕掛けを打つことは私にも容易に想像できます。一度屋敷に戻らんか。何か向こうで見つけたかもしれんで。あ、お邪魔でなければ私もご一緒いたしましょう。私はここに残るわ。上にマリアたちが寝てる。何が起こってるかわからないんだもの。子供たちを放ってはいけないわ。そうね、私もローザさんとここで留守番してるわ。うちの人にそう伝えていただけませんか。親父の方はどうだ。いや、ダメだ。何の反応もない。一応扉に耳も当ててみたのだが、何の気配も感じなかった。使用人の姿はどこにもありません。一体どこへ姿を消したのやら。冗談じゃないわ。お父様も使用人も姿を消し、屋敷中のあちこちにおかしな魔法陣だらけ。一体何が起こってるっていうのよ。とにかくまずはボイラー室を何とかしよう。何かの故障で火事になったりとか爆発したりとかしたら大変だ。隣、鍵だな。使用人室にキーボックスがあったはずです。よくもこれだけぎっしりと鍵があるものだよ。ないわ。何と探してもボイラー室の鍵が見つからないわ。見ろよ姉貴、例の魔法陣の書かれ、綺麗にぽっかりと抜けてるぜ。本当ですね。これは困りました。まるで魔法陣の部屋に入ってほしくないかのようね。いえ、わざわざ魔法陣でアピールしてるんだから入ってほしいのかしら。俺は後者だと思うぜ。扉をぶち破るのは映画じゃあるまいし無理だろう。窓を破ればなんとかなるかな。おはようございます。何やらおかしなことになったそうですな。おはようございます、南條先生。早朝から起こしてしまったようで申し訳ありませんが。なんや、手紙の類は見つからんのか。わしはてっきりそういうのが見つかったとばかり思っとったんや。そうね、私もこれはお父様の壮大な冗談か何かのゲームだと信じてる。でもそうなら必ずそれを伝える手紙があるはずよね。マリアちゃんに手紙を与えたように。ゲーム開始宣言はまさにあのマリアちゃんの手紙だったのかもしれねえぜ。碑文の謎を解いてみろと。すでにゲームの内容は示されてるさ。なら屋敷から5つも見つかった魔法陣にはどんな意味があるというのかも。姿の見えない使用人もだ。夏日姉さん、使用人って今日は全部で何人いたかしら。
現地に合田に5人ですが何か使用人が5人魔法陣も5つか偶然だろうが気になるな兄さん窓を破りましょう中を確認するべきだわ仕方ないな綺麗に頼むよあまり期待には添えないかもしれないぜ。後でガムテープで塞いだ方がいいだろうな。雨が吹き込んじまうぜ。
手番が終わらんと、わらわの手番も来ぬ。あまりわらわを退屈させるなと言いたいのだが。知るかよ、黙れよ、うるせえんだよ。お前のゲームなんか知るかよ、付き合ってらんねえんだよ。俺の番が終わらねえと、てめえの番が来ねえってんなら永遠に待ってやがりゃいいだろうが。ああ、知らねえ知らねえ、わからねえ。魔女も魔法も認めねえ、あんなめちゃくちゃも認めねえ。俺に話しかけるなっつってんだ。するとあいつのゲームにとっくの昔に負けているのかもしれねえな。密室に鍵が閉じ込められてとかってやつなら、よくある推理小説の延長だろってことはわかるさ。でもあれはな、あのドッカンドッカンってのはな。くっそー、私の弟子が随分と迷惑をかけているようですね。あんたは、死んだと思ったぜ。生きてたのか。いいえ、死にましたよ。今の私は取られた駒がチェス盤の外でくつろいでいるだけに過ぎません。あんたはベアトの師匠なんだろ。ってことはつまりあんたも魔女ってわけか。ええ、そうですよ。ってことはつまりやっぱり魔女はいるってことで決まりなわけだろ。そしてあいつを倒せるのは俺じゃない、すげえ魔法使えるあんたの方じゃねえか。俺はもうお役御免さ。俺にできることなんてもう何もない。おや、すっかり屈服してしまいました。屈服も何も、あれをどう説明すりゃいいんだよ。塔が生えたり落ちてきたり、でっけえ巨人が盾を構えたり槍を投げたり、ああ思い出すだけでも気が変になりそうだぜ。もう推理もヘチマもあったもんじゃねえ。トリックとか人間犯人説とか、そんな領域をとっくに超えてるだろう。ちくしょう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 。落ち着いて、私はあの子のゲーム版の駒に過ぎない。こうして番外へ取り除かれてしまえばもはや何もできない存在。しかしあなたはあの子の対戦相手。あなたが自ら投げ出さない限り、あなたには常に
あの子に一矢報いる力があるのだから。うるせえ、あんただっておかしな呪文を唱えて東田の槍だのを呼び出してたじゃねえかよ。何を一矢報いるってんだよ。俺にも魔法を教えてくれた。あいつとあの大魔法バトルを繰り広げろって言うのかよ。あなたが望むなら、あなたに魔法の一端を教えてあげてもいいですよ。そりゃ願ったり叶ったりだぜ。あいつのもらいだにズドンと打ち込んでやれるようなすっげえ魔法一発頼むぜ。日本の魔法に雨乞いの儀式というものがあるそうですね。ご存知ですか？雨乞い？バンバン火をくべて塩分を奉納して雨を祈るっていうあれか？あれは魔法じゃねえだろ。火で上昇気流ができて、その結果雨雲が集まるっていう劣気とした化学現象のはずだぜ。おや、私は東洋魔法の一つだと信じていましたが、魔法ではないのですか。天に聖なる火を捧げ、敬いの演舞を捧げることで、神々の心に雨乞いの嘆願が届くものと信じておりましたよ。大昔の連中はそうだったろうよ。でも、その手のオカルトは、大抵科学的に説明がつくもんだ。物が燃えるのはどうしてですか。物質にフロギストンが含まれているからでは。いいや、物が燃えるのは酸化反応だ。フロギストン説はラボアジェが否定したはずだぜ。物に熱が伝わるのはどうしてですか。物質にカロリックが含まれているからでは。そいつは確かジュールが否定したはずだ。熱はエネルギーであって物質じゃない。よくお勉強していますね。正しい知識ですよ。ちょいとした雑学レベルだがな。フロギストンもカロリックも、果てはエーテルも、神の愛さえも、科学的な説明の前には無力ですね。私はかつて、木からリンゴが落ちるのは人に食を与えるための神の愛のおかげだと聞かされましたよ。重力すらも神の愛なのか。ま、科学より宗教が万物を説明した時代の名残だろうぜ。その通りです。人類はかつて自らの知識の限界を、いいえ、無知そのものを魔法と呼んだのです。先ほどの雨乞いの話はまさにそれでしょう。太古の人々が火が熱を生み、上昇気流を生み出して雲を呼ぶことを科学的に理解していたでしょうか。理解せずともそういう結果になることだけは知っていた。そういうのは結構あるかもな。先人たちの知恵ってやつさ。理由は分からずとも、長い経験でそういう結果が得られることを知っていた。原理を理解できない現象は多分彼らにとっては魔法も同然だったろうな。電気のスイッチを押せば明かりがつく。子供は電球がなぜ発光するのか、その科学的原理を知らず、結果だけを知っていてスイッチを押す。原理を知らずとも結果を得られるならば、それは彼らにとって魔法なのではありませんか。まあ理屈から言いやそうだ。例えば俺たちはテレビのブラウン管にどうして画像が映るのか、理屈はさっぱり分かってない。でもテレビに物が映るのは当たり前だと思ってる。ブラウン管の原理を知らなくてもスイッチを押せばテレビが見られることだけは知っている。上昇気流を理解せずに雨乞いをするのと全く同じだ。つまり原理を知らないならばテレビだって魔法も同然。いや、魔法そのものだろうってわけか。あなたはブラウン管の構造がどうなっているか知っていますか。分解してその中身を見たことは。ねえよ、本か何かで構造を読んだ気もするが難しくてさっぱりだったな。確か電子が蛍光物質にぶつかるとき発光してどうだろこうだな。それは偽証です。
真実はブラウン管の中にグレムリンという妖精が閉じ込められていて、魔法で仕事をしてくれているからなのですよ。はあ？バカなこと言うなよ。そんなわけねえだろ。ブラウン管の中を覗いたこともないのに、どうして否定を？覗いたことはねえが、絶対にそんな妖精はいないと断言できるさ。ここにブラウン管がない以上、実証は不能ですよ。確かに今この瞬間は実証不能だが、後でどこかのテレビをばらしてみせればすぐに論破できるさ。ということは、ブラウン管の中にグレムリンが閉じ込められていて、その魔法で映像を映し出しているという私の魔法説は、ブラウン管の中身を検証するまで否定不能ということになりますね。なんだよあれか、悪魔の証明だって言いてえのか。お前たち魔女のお箱だぜ。悪魔の証明は消極的事実の証明が不可能であることを逆手に取った奇弁です。しかし今のブラウン管の話は違う。テレビをたった一台分解すれば済むだけの話ですよ。そうだな、確かに悪魔の証明とは異なるな。あなたの提唱する科学的説明と私の提唱する魔法的説明、そのどちらかが真実です。そしてそれはブラウン管の中を覗いた時に確定する。しかしそれを確かめる瞬間の直前まで私たちは互いの説を否定できないのです。つまり真実は一つであるにもかかわらず、ブラウン管の中を覗く直前までは相反する真実が同時に二つ存在することができる。一つしか存在してはいけない真実が二つ同時に存在できる異空間。よくわからねえ。現実と魔法の中間？限りなく公平な世界？どこがだよ。俺に圧倒的に不利な展開ばっかりじゃねえかよ。ならばこう考えるといいでしょう。これは裁判です。あなたとベアトリーチェが相反する主張を繰り広げている法廷だと考えるのです。ブラウン管裁判でもいいでしょう。あの子はブラウン管の中には妖精が入っていると主張している。そして中に入っている妖精がどのような生態でどのような姿なのか、どのような魔力を持っているのかを次々に説明する。そしてあなたは、まあ図書館で勉強してブラウン管の構造を説明して反論するだろうよ。この瞬間法廷にはあなたの主張とあの子の主張が同時に存在する。もしもあの子の主張に耳を傾けたならば、それはあたかも真実に聞こえてしまうかもしれない。見えてしまうかもしれない。あなたはまさにそれを見せつけられた。
今この瞬間の六軒島には確かに魔女も魔法も真実として存在するかもしれない。しかしそれは猫の箱が開かれる瞬間までの不確定な波動関数の世界、全ての状態が同時に説明できる。しかし真実は一つです。それは観測されることによって収縮し、無数の真実が淘汰されてたった一つの真実になる。法廷で例えるならば、これは裁判長による判決行為にも似ているでしょう。検察側、弁護側がそれぞれに主張する二つの真実は判決によって収縮し一つとなるのです。あんたの言葉を借りると、つまり今のこの島はブラウン管の中を覗く直前の世界ってわけなんだな。だからこそ科学説も魔法説もどちらも否定できない。否定できないってことは、つまり。